宇都宮ホテル丸宇治栃木和牛すき煮弁当でございます。宇都宮駅の駅弁と言ってもいいような存在ですね。今ちょうどねトレインビューホテルに来てるんですけどね。これはね、買ったのは栃木よりという駅ビルですね。宇都宮駅の駅ビルの中に、あります、グランマルシェ内栃木よりお土産屋さんですね。ここで、買ってます。駅中弁当ですよね。まあでも駅弁と称してもいいような外観でございますし、以前から買おうと狙っておりました。そうしたところ、なんと 50% オフで、売れ残りがありましてですね、それをありがたいのか何なのか分かりませんが、これはチャンスとばかりに買ってきました。ラベル表記でございます。ホテル丸宇治さんって、東武線の宇都宮駅のすぐ近くにあるホテルですね。そこの調理部門が作ってるということになります。ただしね、これ買ったのは9月5日なんですけれども、ホテル丸宇治さんがコロナ対応でね、コロナ患者受け入れのホテルになるということで、ホテル自体は営業は今してないですね。で、このお弁当は作って栃木よりに納めてるということです。ちなみに栃木よりではこれ1日限定10食ということでね、限定駅弁の扱いですね。まあ、限定なのにね、5割引き半額セールで売れ残ってしまうっていうのはね、いかに観光客とかね、ビジネス需要の人たちが少ないかということを物語ってますよね。で、掛け紙を取るとこういうあったか弁当っていう、また外箱みたいなものがスリーブが出てくるんですよね。加熱式駅弁になります。この黄色いね、紐を引っ張ると加熱されて熱々ほかほか状態で食べられるという嬉しいお弁当ですね。栃木の和牛楽しみです。これすき焼き弁当なのかな。ではね、加熱してね、食べてみたいと思います。ではね、もう 7,8 分経ったので開けてみましょう。うわうわ、これはめっちゃ美味しそうですね。すき焼き風って書いてだと思ったんですけれども、味付けがすき焼き風なんでしょうけどもね、想像よりも全然牛肉がもうびっしりで、白滝とかそういうものでねごまかしてるような駅弁じゃなくてね、すさまじいですね。牛肉の量がいい香り、ほらやばいでしょ。そしてね、ここにね信州じゃねえや、日光のサーモンかな、これ日光サーモンの味噌焼きですね。ちょっと味に変化が出ますよね。いやーすごいなー。じゃあね、ちょっと食べてみますわ。お、ちょうどまた、これは新幹線那須のですね。いや最高です。ではね、牛肉ですよ。牛肉とご飯一緒にまとめて、うめえ、これは最高の駅弁だわ。ご飯にすき煮のタレが染み込んでも、これご飯だけでさ、ご飯 1,2,000 いけるよね。
これやばい駅弁を発見してしまいましたね。うわ、ネギも七味が乗っかってんのかな。ネギ乗せで、うん、ネギの香りがまたシャキッとしたね、食感とね、ネギの香りでまた牛肉の美味しさが引き立つね。あれ、これなんだろうな。あ、これよく考えてある、これ湯葉だろう。うん、湯葉ナゲット、すげえ。これは料理屋の手による最高の駅弁ですね。205系が、メルヘン顔だ。じゃあ信州サーモンもついでに、ごめん、また信州って言っちゃったね。もうなんかごめんね、栃木の人、うん、なんで信州って言っちゃうんだろうな。日光サーモンです。うん、柔らかい、さっぱりした味わいですね。これは牛肉だけじゃなくて日光の地のものを楽しめるという、これはもう天下一品の駅弁だわ。こんなもん一日限定っていうか、普段だったらすぐ売れちゃってもおかしくないよね。コロナのおかげでこれ810円で手に入れましたけども、ほんと定価で買って差し上げたい駅弁ですね。あ、ちょっとでかすぎる肉が。いや、このでかいままいっちゃう。うん、やばい、これ絶対やばいですよ。牛肉の味が濃い。止まんね。もうね、中継を打ち切って駅弁に集中したいと思います。この辺でさようなら。栃木和牛すき煮弁当、超絶おすすめでございました。